どうも、ナオチンです。ペルソナ3やっていきます。よろしくお願いします。本日、2月2日発売で、0時からスタートしました。今、プレイ時間が15時間半ですね。9月1日まで進んでます。レベルは37ですね。なかなかこれね、時間かかりますね。しかし、面白い。まあ、とりあえず、今日はタルタロスが100回まで行きそうなので、そこをクリアしていきたいと思います。91回で扉が出現して、強力なボスを倒したんだけども、その先にまた扉が出現しましたね。まだ先まであるみたいです。で、宝箱なんかはないのか、多分全部倒し終わった後に、いやいや、あったあった。お、なんか強そうなやつが出てきたぞ。オッケー。なんかすごい重要なアイテムが、91階の扉の中に、あるね。この先か、まだある。もうこれ行けるところまで、ちょっと行ってみましょう。91階の扉の先ですね。なんかいた。なんかいた。多分強い。多いな。めちゃくちゃ多いじゃん。1体だけだったらね、まだちょっと戦いやすいんですけども、2体となるとちょっと嫌なんだよね。まず弱点を探していこう。なんか一番強そうな、手がトゲになってるやつ。あいつが意外と弱いんだな。意外と弱い。いや、勝てえわ。これ硬い。おいし。さすがやね。さすがの強さ。一応弱点探すだけにしとくか。まずはどうだ。なんか一番こいつがかなりレジストするね。弱点がわからん。まあ、とりあえず一番左のやつは倒そう。早めに倒してた方がいいんで。こう真ん中のやつ、何こいつ。もう見れ。はいはい、あー、物理のみね。こっちは、オッケー。なるとこっちがでもこれ反射がついてる。いつでも行けます。まあ仕方ない。反射1回だけ。うわー、またオッケー。まあまあいいでしょう。真田先輩が好きです。一回ずつしっかりと倒していけば問題ないね。反射をしっかり使ってくるっていうのが嫌だな。オッケー、大丈夫だよね。とりあえずまずこいつをまず倒そう。回復はまだいらん。物理で攻めていけばいける。でこいつらを倒したら終わりじゃないかもしれないよね。 まだ下がある可能性があるんで、そこが怖い。はい、次回復させよう。いや、あ、でももう大丈夫だと思う。ちょっと回復を入れときましょう。助かった。いや結構やっぱ苦戦するよね。苦戦するわ。あ、
でも反射がなければ全然弱いかも。おお、はん、わ。オッケー。このターンで終わらせる。よし、オッケー。じゃあこの先にアイテムがあるのかい？あった。もうないよね。あ、もう扉がないです。何が出る？え？開けちゃダメ？おお、タロットが出た。サメクの書、なんか変なのが出ましたね。99回、ボス部屋です。99ボス部屋。まあ問題ないと思いますけどね。いつも通りやっていけば、闇には強そうな気がするな。炎の方がいいかな。うん、ブロックされてる。光には多分弱いんだな、多分。オッケー。いやいや、弱点じゃない。でもまあそれなりに効くからオッケーでしょう。これもうちょっとなんだろうな、この戦闘の早送りみたいなのがうまくできればいいんですけどね。多分このスピードから上がらないよね。いやー、硬い、めちゃくちゃ硬い。どうする？毒はすぐ消してあげないと、ほんとじわじわ削られるね。すっごい削られる。こうして、あとはもう早送りで通常攻撃してもらいましょう。あ、防御力が上がってたのね。だからか。いや、毒のダメージって結構痛いな。はい、99回のボスおしまい。余裕ですね。で、99回の宝箱はクレイジージャケット。おお、なんか強そう。クレイジージャケットっていうやつをゲットしました。防御力154、むちゃくちゃ高え。恐怖無効だしね、これ。ああ、めちゃくちゃいい。で、こっちには何がある？カルネージナイフ。カルネージナイフ。まあ、それも多分強いんでしょう。んで、100回ですね。お疲れ様です。100回到達です。まあ、まだまだ先はあるんですけどね。敵がどれぐらい強くなったか。そこがちょっと気になるところ。一気に強くなりすぎてもね、困るんで。徐々に来てほしいんだけども、どうでしょうか。でも100回、ほんとね、いい区切りになりました。ちょっと一回戦ってみよう。おい、早っ。あ、でもこいつか。あ、弱い。うん、そう、大したこと。あ、うんうんうん。オートで勝てるじゃん。弱い弱い弱い、全然弱い。全然100回走余裕ですね。じゃあこの101回で、人を助けてから一緒に戻りましょうか。うんうんうん、もう全然いけるっていうのが分かったんで OK です。はい、ということで今日はタイタロス100回走まで来ました。プレイ時間は今16時間ぐらいかな。16時間ぐらいで9月1日、レベルは、40ぐらいとなってます。100回走結構難しいかなと思ったら、そうでもないですね。うん。まあ、この感じで最後までいきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。